welcome to TGK ライトアップ TV ということでね、今回は、イギリスと日本の女子サッカーの環境を比べてみようということで、動画を配信していきたいと思います。で、前々回かなの動画でいつか覚えてないけど、海外留学についてっていう動画をちょっと出したんですね。なんで海外留学に行ったのかみたいな。で、そこでも軽くお話をしてるんですけど、18歳高校3年生の時に私イギリスに、サッカー留学をしてました。で、すごく環境が良かったので、じゃあ実際にその日本とイギリスのサッカー環境ってどんだけ違うのかっていうことを、皆さんにね、日本の女子サッカーの環境も知ってもらいたいし、イギリスのね方はどんな感じでやってるのかっていうのも知ってもらいたいので、今回はそういう内容で動画をお送りしていきたいと思います。はい、で今回ね、その留学をしてたので、その時のウェアを着てます。じゃーん。そしたら、まずはちょっと今日ね、カンペがあるのちゃんとね調べてきたの、いろいろ。ちょっと正しいね、やっぱ情報をね皆さんに提供しないといけないから、ちょっとチラチラ見るけど、それは許して。はいいきます。まず女子サッカーのその環境、トップから下までどういうこう流れというか環境になっているかっていうところでお話ししていきたいんですけど、まずイギリスは、一番上のねトップから、FA Women's Super League、ウェメンズってめっちゃ発音良かったね。FA Women's Super League が1部で11チームあります。で、その下に FA Women's、チャンピオンシップっていうリーグが2部であって、で3部に、FA Women's、South N&Sプレミアディビジョン、すごい日本語だったね、プレミアディビジョンっていうのがあります。S&N っていうのはサウスとノースですね。要するに南と北のリーグでこう分かれてて、3部リーグが2リーグあるような感じですね、南と北で。でその下にナショナルリーグ、ナショナルリーグっていう4部リーグがあって、さらにその下に地域リーグっていうのが映ってるのか分かんないけど、地域リーグっていうのがあるわけですね。はい、で日本はどうかっていうと、なでしこ、昔は L リーグとかも言ってましたけど、なでしこリーグの1部があって、その下に2部があって、その下にチャレンジリーグっていうのがあります。でこのチャレンジリーグっていうのが、イギリスと同様、日本の場合は東と、西で分かれてます。ウエストとイーストで分かれてます。で、一番下、その下に、地域リーグがあるっていうような形ですね。なんで、所属チームは今ここに多分出てると思います。出してる通りですね。その各リーグに所属してるチーム数がこんな感じです。なんでチーム数的にはすごくやっぱイギリスの方が多いし、やっぱ4部まであるし、チーム数的にはすごくイングランドとかの方が多いです。でちなみにこのスーパーリーグ、ちげえわ、合ってるわスーパーリーグっていうところにはアーセナルとか、チェルシーとか、そこら辺のチームが入ってて、2部の、チャンピオンシップには、どこだったっけ、レスターとかで。ちなみにこの私が留学してたここですね、バーネット FC ってこの前紹介したんですけど、女子の方のチームはロンドンビーズっていうみたいです。バーネット FC っていう男子の、チームが5部の、男子でいう5部のナショナルリーグっていうところに、所属してるんですけど、そこの傘下の女子のチーム、ロンドンビーズっていうチームですねに自分は留学してました。はい、なんですごい2部のチームだったんで、割とやっぱ強いチームでしたよね。でその時の監督が、またすごくて、トレイシーっていうんですけど、トレイシーは女性のね監督さんだったんですけど、今はアメリカのアンダー15の代表の監督してます。やばくないですか。で、当時なのかな昔は、FA なんでイギリス、イングランドの、アンダーカテゴリー15なんだっけ15、17、19、20の、まあ、チームの指導をしてたりとか、2008年の FIFA の、アンダー20の、ワールドカップに指導者として出てて、UEFA A を持ってるすごいいい監督さんに自分は教えてもらってました。ここだけの話、前の動画でも言ったんですけど、私キーパーなんですけど、さほど、まあ、キーパーがうまくなかった。キックも蹴れないし、動きも遅いし、まあ、何がいいところを上げてって言われたら、まあ、コーチングと、今1対1割と得意っていうぐらいしか、まあ、今思うと自分のいいところってあんま思い浮かばなくて、でそんなもんだから、フィールドで出てたんですよ。で、ボランチ真ん中やった時は本当にどこにどう動いたらいいかも分からずにすごい迷子状態だったんですけど、右サイドとか左サイドハーフをやった時に、まあえらい動けて、要するに走っとけばいいんで、こんなこと言ったらあれですね、フィールドやってる人に怒られますね。まあ、頑張って走ってたんですよ。走るの嫌いだけどボールがあれば頑張って走れる人なんで、こうクロスめっちゃ上げたりとか中に切り込んでいったりとかしてたんで、そういうプレーをトレーシーにめっちゃ褒められた記憶があります。キーパーなんだけどねでそのさっき、まあ、こうリーグがいっぱいあるよっていうような話してたんですけど、男子とかだと J3 とかまではプロなのかな。でその下の JFL とかが、セミプロとか、まあ、プロの選手もいたりするのかなとかっていう契約になってると思うんですけど、女子の場合日本は一部に入る、だからなでしこリーグの一部に入ってるチームとかにはこういうことを満たさないといけませんよみたいな参加資格じゃないですけど、チームの、まあ、そういう資格がいるんですけど、こう規定みたいなのクリアしとかないといけないですよみたいなのがあるんですけど、それを見ると、現段階ですね、そのチーム一部のチームの所属選手に3名以上プロ契約の選手がいなければならない。要するには3名プロ契約しとけば後の選手はセミプロでも構わないってことなんですね。であとは、まあ、アンダーカテゴリーを持っとかないといけないとか、あ多分スタジアムもこのぐらいの規模でとかっていうのはいろいろあると思うんですけど、まあプロの選手は女子は少ない、日本の場合はっていう形ですね。でイギリスは逆にどうなのかっていうと、一部の、リーグに所属するためには一部のチームに所属している選手は全員プロじゃないといけないっていう規定があります、はい、なんで、日本よりも明らかにイギリスの方がプロ契約をしている選手が多いってことですね。でその選手たちも週に16時間以上は必ずこう活動しなきゃいけないみたいな規定があるみたいです。であとはまあ一緒ですね、アンダーカテゴリーの、組織を持っとかないといけないとかっていうところがあるみたいです。で気になるのはお金ですよ。みんなね大好きお金面で言うと、本当かどうかわかんないですけど、調べたところ TGK 調べによると、どちらの国もだいたい400万前後、平均年収平均がですよ400万前後だそうです、プロの契約してたら。でセミプロの選手とかが今女子は日本現状多いんですけど、例えばその企業でこう働いてて、午前中とか夕方お昼ぐらいまで働いてて、夜に、練習に来てトレーニングするみたいな、セミプロの人たちはそんな感じでやってるんですけど、まあ、プロの選手たちはまあ年収400万前後ぐらいあるようです。はい、でちなみになんですけど、これ私聞いてめちゃくちゃびっくりしたんですけど、男子のイギリスの男子の平均プロの平均年収どれぐらいだと思います？ちなみに男子は1部から4部までがプロなんですね。で、5部から8部までがセミプロっていう形です。下はねだいたい24部とかまであるらしいです。とてつもない量ありますよね。で社会人チームでいうと12軍とか1軍2軍とかってよく言うじゃないですか。12軍とかまであるチームもあるらしいです。そんな男子の平均年収4億円です。桁が違え、マジでやばいですよね。4億円ですよ、平均4億円ですからね。女子は平均400万、何倍計算して100倍ぐらい。ちょっと今頭が回んないけど、そんぐらいですよ。すごいですよね。いやー、やっぱ男子サッカーすごいなって。やっぱイギリスはもう国中がサッカー、もうなんか国を挙げてサッカーを推してる感じじゃないですか。だからまあ納得できますよね。やっぱ、うん、やっぱどっかやっぱ週末、まあ、平日もパブ行けば何かしら試合の中継あってたりとかするし、週末はどこかしらかで何かしらの試合が行われてるわけなんで、それはねやっぱサッカーこうみんな熱中しますよ。で、観客者数でいうと去年一昨年かなのデータなんですけど、これ多分一部のデータ、リーグ全体のデータなのかな、なんですけど、平均1試合平均イギリスは800人ぐらいで、日本は1部だと、900人ぐらい平均ですね。で、2部だと400人ぐらいです平均で、こう聞くとイギリスの女子もあんまりそんな人入ってないんじゃないかって思うと思うんですけど、今年の開幕戦行われた時がちょうどこう男子の試合がその週なくて、まあ、女子の試合しか開幕戦っていうか試合サッカーの試合がない週だったみたいで、その時に6試合開幕戦行われてるんですけど、6試合合計どんぐらい入ってたと思います？まあ1試合平均800人ぐらいだから、6試合やったら6×8=48,4800 人とか、桁合ってます？うん、4800人とかかなって思うんですけど、なんとですね6試合で6万人入ってます。要するに1試合1万人も入ってるんですね。すごくないですか？やっぱりそのなんだろう、そこの違いって何なのかなってなった時、まあサッカー文化が根付いてるっていうのもあると思うんですけど、男子のまあ強豪とかよくまあ知られてるチームとかがやっぱり女子のチームを持ってたりとかするんですね。まあアーセナルとかチェルシーとかそこら辺のチームですよ。だからやっぱりその試合がなかったら、じゃあ女子を見に行ってみようっていうような感じで試合見に行ったりとかもしてるんじゃないかなって思います。なんかこう男子の試合がなかったら女子を見に行ってみようっていう人が結構多いのかな。なんか日本だとそういう感覚にならないじゃないですか。こう今日マリノスの試合ないから、男子の試合ないから女子の試合見に行こうとはなかなかこうならないというか、なりにくいというか、だからなんかそういう違いもあるのかなって個人的にはこう思ったりしますね。はい、あとはまあなんだろうね、そういう違いもあるのかな、うん、で日本の選手とかもイギリスのリーグに行ってたりするんですよ。例えば大野忍選手とかだとアーセナルですよ。今日来てます。アーセナルとかで、あとは誰だ、長里選手はチェルシーにいましたよね。そうだから日本から海外のチームに行ってる選手たちもやっぱりいるわけですね。それこそアーセナルとか日本でこういつだったかな、2011年かな、私が多分イギリス行く前ぐらいにアーセナル日本で試合してるんですよ。どこだったっけ、アイナック神戸と試合してて、それも後から教えてもらったんですけど、その私が留学行く時にサポートしてもらったベアフットの代表の方がそういうチームのこうコーディネートとかもしてて、チームに帯同して連れてきたりとかもしてたみたいです。なんでやっぱイギリスのそういうなんかプロのチームとかにはやっぱりコネクション強いので、やっぱり女子でこうサッカー留学したいよっていう人は、まあ、そういうところ使ってもいいんじゃないかなとは思いますね。自分もすごい試合見に行ったりとかイギリスサッカーにどっぷりやっぱおかげで浸かることができたので、こんなんですよ。はいなんでまあ日本とやっぱイギリス文化の違いもあるんで、こうなんだろう、日本って別にそんなサッカーじゃないじゃないですか。いろんなスポーツあるし、例えば野球もあるし、女子だったらなんだろう、バレーボールとかも強いですし、だからこうなかなかねこうサッカー1個に集中こう注目浴びることはやっぱ少ないかもしれないんですけど、まあちょっとずつでもねこう環境が整ってくると、まあいい選手もたくさん育つだろうし、その分ね試合も見応えあるものになってくるから、女子の試合も面白いんじゃねって言って見に行く人も増えるかもしれないので、まあね環境が女子もねプロ化するだのしないだのっていう話いろいろありますけど、まあイギリスとね日本でこういう環境の違いがあって、最近ねヨーロッパ勢がどんどんFIFAランクも上がってきてるので、日本もね追い越せ追いつけ追い越せ追い越せ追いつけで、やっぱどんどんね、環境面とかも整っていったらいいなって心から思ってます。はい、はい、なんでこんな感じでね、やっぱ日本は知ってるけど他の国はどうなのとか、なんで日本はこんな感じで強さの秘訣とかもその土地のサッカー環境だったりとかっていうのにもこう関係してくると思うので、そういったところもね含めながら今後もねこう女子サッカーキーパーと、留学系の動画をちょっと皆さんに情報配信していければなと思いますので、ぜひねチャンネル登録といいねと押してもらって応援をしてください。はい、ということでね、今回の動画はここまでです。見てくれて聞いてくれてどうもありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。See ya!